リースリーステレイあーきだーゆきっぺこんちゃんみゅんぺがーなんですかこれはこんちゃん私それ使ったことあるゴッソえゴッソゴッソしたことあるあちょっとゴッソゴッソしたことあるゴッソゴッソしたことあるゴッソゴッソしたことあるよマジでうん痛いめっちゃ痛い涙出そうですなんかゴッソを温めるんだったかな。なんか温めて柔らかくなるのね。そしたらそれを鼻の穴にブスッと入れて、なんか時間経つと固まるのね。それが。あ、鼻の形になっていくってこと？うん。ミオはそう思った。全然鼻の形にはならない。なるほど。そう、毛をとりあえず温かい状態で絡めて固まると毛が固まるわけじゃん。こう、それをブスッて取る。うわー痛い痛い。ものです。そんなやばいもんなんこれそんなやばいものがなぜこんなとこにあるんですかそして誰がターゲットなんですかはい今日の企画は寝てるメンバーに鼻ゴーストしてみたー恐ろしい恐ろしいやっぱり言われたら涙出ちゃういやーすごいなこんなくるいやこういうものがさあるよっていうのを知ってさ、うん、ちょっと気になったから結構ドンキにぶら下がってないそうぶら下がってる見たことはあるそうそうなのよなんか爆泣きだよこんなの痛いよねてかさ眼球飛び出る人にやられるゴッソと自分の自らやるゴッソじゃ全然違うよね覚悟が違う心構え必要だよねない方が意外とさ、うん、いいかもあ逆にピアス開ける時みたいなあそう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 気づいた時に、うえっていう驚きで終わってる。確かに、確かに、確かに。ビビらないでいい。じゃあ、私たちは今から善良な行為をするわけだ。もちろん、もちろん、もちろん。あやめの鼻毛を抜いてあげると。そうそうそう。優しさ。なんか言っとったよ、あやの。なんかね、メイクするときになんか、鼻毛がなんちゃらかんちゃらみたいな言ってた。鼻毛大量みたいに言ってたよね。あ、そう、それやん。プリティ担当どうしたたまにおじさんだから、彼女は。そうそうそう。自分で抜くってなったらすごい心構えもするし、ちょっと怖いやん。やっぱいいやってなるから毛根ごと言ってあげようとうちだけ抜いてあげましょう鼻取れちゃう鼻取れちゃうこれでもさ両方入れる片方両方抜くえこれ両方どうなん分かんない片方だけすっきりいや分かんない私やった時は片方抜き10回分って書いてあるから両方両鼻10回分もある思ったの片方だけすっきりしてもさ意味ないわけじゃん鼻毛って両方やったらさ1回で起きるじゃんその後はさ起きたらあ、だってもう1個にしよう。1個にするで、それがまあよかったらまあ、ああいうの両方してもらえばいいし、ね、まあ1個だけでしましょう。そうだね、ということで、これやっていきますかやっていきますか。はい、今日のキーワードはきっと鼻毛ゴッソだね。鼻毛ゴッソゴッソ。あやのんの鼻毛ゴッソゴッソ。あやのんゴッソみたいな。キーワード何になるでしょうかね。エミレーツにはね、はい、公式ラインがね、はい、ありますよね。ありますよ。あるんですよ。あるんですよ。この誘導の仕方。最後に出てくるキーワードを入力していただくと、はい、アヤノンゴッソが見れます。最後まで見てください。いやまあこの動画でもゴッソは見れるよ。ゴッソは見れる。それは。まあモットのゴッソですね。まあまあ何か見れちゃうかもしれませんよ。はい。ということで、まあ、ちょっと使い方はまだ分かってないので、まあ一回ゴミちゃっていきます。あやちょっと。覚悟いる、ドッキリがいる、ドッキリがいる、ドッキリがいる、ドッキリ、ドッキリ、ドッキリ。じゃあやっていこうか。ということでやっていきまーす。じゃあ早速ゴッソを開封してチンしていきたいと思います。レッツゴッソ。どう？感じなんやろ。三角のさアポロみたいな感じじゃない？本当やん。なんかね。アポロチョコみたいな。アポロチョコ上にはまりそうな感じね。実用的だね。ちょっとこれ集合体きついね。こんな謎が。わあすごい。あ気持ち悪い。ちょっと説明書。ああります。これはどうしたらいいのか。ね。うん。これか。これに水を入れるらしい。これに水を。よし見よう水だ水だ。入れてください。ここのあの1センチぐらい。そう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 。そこになるくらいのワックスで上から洗う。でもこれ鼻の中でも怖いね。めっちゃ怖いね。あこの中で入れる水も。これを。いや水はねそのまんまで。お水っぽい。そこが見えなくなる。まで入れて。まで行くんじゃない？はい。でラップ。結構大変だね。バニラの匂いするよ。マジ？うん。でも超超なんじゃない？バニラではないだろう。バニラではないだろう。バニラだよ。プラスチック。バニラバニラ。バニラ。バニラ。匂い。プラスチックすぎん。え、あきら風邪ひいてる。いや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 。プラスチックだ。バニラだよバニラ。
今ね、こんな感じですよ。こう、練り消しの匂いです。あ、わかる。めっちゃ練り消し。超ホワイトチョコじゃない？なにこの論争。ホワイトチョコ食べたことあるか？練り消しの匂いしない。700ワットで。これだ、700ワットに。うん。テロルテテテテ、テロルテテ。あ、起きる起きる。ということで待っていきたいと思います。もうできたらね、アイナの鼻でこそっていきましょうか。いえ、ジムさんが、あ、できました。マジいいんじゃない？もう多分ね、ドロってるね、ドロってるね。あ、熱い。そしてどうぞ。こんな感じ。あ、バレンタインじゃん。うっさ、これバニラじゃないだろ。これ一瞬バニラなんだけど、その後バニラじゃない。練り消し、練り消し。こんな感じ。あ、うまい。さては、バレンタイン作ってた口だな。バレンタイン、キレンちゃん、はーい。やばい、食べたらあかん。それあかん。何でも食う、何でも食う、何でも食う。怖いって。ということで、こんな感じかな。お、よきよき。ええよ、アライナの鼻にプッシャーしていこうと思います。はい、行ってきます。行ってきましょう。お名前つけて、お名前。なんでこれ早く捨てたい、早く捨てたいよ。ちょっと
ボーボーでお願いします。はい、この動画ふざけるなと思った人は、はい、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。皆さんも鼻毛を抜きたいときはゴッソ使いましょう。宣伝でも PR とかじゃないから全然違います。すごい、あの意味わからん結構量抜けますので、はい、鼻毛欲しい。ぜひあなたのふみこも、あなたのふみこと幸子をゲットしてください。確かに結構 見えないぐらい汚いからね。本当にられない。これは本当に NG です。すいませんけど、じゃあ気になる人やってみてください。はい、ということで、ね、また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。